10月10日月曜日、出雲駅伝が行われましたが、見事駒澤大学が9年ぶり4回目の優勝を果たしましたので、結果を振り返っていきたいと思います。アンカーの鈴木芽吹選手、今年初レース、大きな怪我を乗り越えて、また表舞台に戻ってまいりまして、見事区間賞で、優勝のゴールテープを切った感動の駒澤大学のレースを振り返ってまいります。1区は 8.0 キロ区間3年生花尾恭介選手が区間2位、2区は 5.8 キロ区間1年生の佐藤圭太選手が区間賞、区間新記録をマーク。そして3区は 8.5 キロ区間4年生エースの田澤廉選手が区間2位の走り、日本人選手トップ。4区は 6.2 キロ区間4年生の山野力選手が区間2位、そして5区は 6.4 キロ区間3年生の安原太陽選手が区間賞。そしてアンカー6区 10.2 キロ区間3年生の鈴木芽吹選手が区間賞ということで、もう区間2位以上で6人全員が走り切った最高の駅伝をしてくれた駒澤大学の結果を振り返ります。1区は 8.0 キロ区間3年生の花尾恭介選手が22分41秒の区間2位で走り抜きました。花尾選手の記録は歴代4位の好タイムということでしたけれども、花尾選手ね、区間エントリーが出た時に皆さん心配不安視されてた方非常に多かったと思います。私のね、事前の動画では花尾選手全く問題ないという話をさせていただきましたが、1万メートル28分29秒の自己ベスト、セカンドベストが28分30秒、そして長い距離に圧倒的に安心感がある花尾選手ですけれども、長い距離得意な選手っていうのはもう短い距離走れるんですよ。間違いなく短い距離を走れる。その上でただラストのスプリントだけは苦しいということで、今回もね、第2集団で終盤までずっと行ってロングスパートを花尾選手は仕掛けました。積極的でしたね。ただラストのね、直線ラストのスパートだけで言うと、後ろの青山学院大学の目方選手あたりがね、ぐーっと一気に距離を詰めてきたということで、2番手集団、2位集団で大逃げという部分ではできなかったけれども、確実に役割は果たしたんじゃないかなと思います。素晴らしい走りをしてくれました。区間賞は中央大学の吉居大和選手が箱根駅伝を彷彿させるような、伸びやかな走りで前半からリードを奪いました。最後さすがに苦しそうになりましたけれども、逃げ切ったというところで花尾選手の区間賞はお預けとなりましたけれども、1区で100点満点の役割を果たしてくれました。2区は 5.8 キロ区間1年生の佐藤圭太選手が15分27秒の区間賞、並びに区間新記録をマークされました。私のね、事前の区間賞予想でも佐藤圭太選手が区間賞を取ると私は予想してましたけれども、見事に区間新記録をねマークされました。思ってた以上に良かった。プラス順天堂大学の三浦龍司選手が走られたんですけど、三浦選手に勝つとはねまさか思ってなかったんですよね。そういった意味もありまして、佐藤選手がね思った以上に良かったということで、2区に、ね、長い距離はね佐藤圭太選手多分まだ難しいと思うんですけど、2区にこうやってスピードに特化した選手、エース級の選手を置けるということで、駒澤大学の強さがね伺えた、そんな印象でした。非常に素晴らしい走りをしてくれました。後続もしっかり粘る中、佐藤選手がじわじわと後ろとの差をね広げていくことができたということで、3区の田澤選手に単独でね襷を渡すことが一つ前半の鍵だったんですけど、花尾選手そして佐藤圭太選手完璧な走りをしてくれました。そして佐藤圭太選手ね、やっぱり本番に強いなというふうに思うような走りをしてくれました。見事な区間新記録を出してくれました。3区は 8.5 キロ区間4年生エースの田澤廉選手が23分50秒の区間2位で走り切りました。歴代3位の好タイムで走り切った田澤選手、佐藤圭太選手からいい意味で、嬉しい意味で先頭で襷リレー、襷をもらったということで、役割は後続との差を広げること、そして単独走、もうね、後ろを引き離すことなんですよね。で、田澤選手は利用されない走りをすることが一番の課題だったんですけれども、それは花尾選手と佐藤選手がいい位置で襷を運んでくれた。まずは第一段階はクリアした。その上で差を広げるということで、歴代3位の好タイムで走り抜きました。ちょっと見てる分にはね、苦しそうな走り、表情をされておりましたが、しっかり走り切ったということで、田澤選手さすがだなというふうに思います。区間3番が青山学院大学の近藤幸太郎選手で23分51秒だったんですよ。1秒差ということで、田澤選手ね日本人トップだったんですけれども、悔しさもあったんじゃないかなとは思いますが、しっかり役割は果たせたなと思います。ただこの時点ではですね、確実に優勝、セーフティーリードではないなというところだったので、田澤選手ねタイムだけ見れば
100点に近い走りだったんですけれども、ちょっとね全体の流れとしてはまだ優勝ところまでは来てなかったということで、ただね日本人選手に負けない歴代3位はさすがの走りだったなと思います。4区は 6.2 キロ区間、4年生の山野力選手が18分09秒で区間2位という走り、山野選手の区間でね勝負あったなというふうに感じましたよね。強い向かい風によって他のランナーが苦しむ中、山野選手は安定的なペースでレースを推移させた。単独2番にいた青山学院大学がね、四季選手はかなり苦しい走りになってしまったということもあって、まあ、あの山野選手はね、力を振り絞った、力を出し切った中で単独2位が入れ替わるということで、あの駒澤大学が結果としてこのポジションでねほぼ後ろが見えない位置、肉眼では掴みきれない位置に、差を広げることに成功したということで、まあ、キャプテンとしてね山野選手後半苦しい表情も見せたんですけれども、時折笑顔を見せるレース、まあ、優勝ね自分の確信しながら走ってたんじゃないかなと思うようなね走りをしてくれました。そして4年生ということで田澤廉選手、山野力選手とのたすきリレーということで、駒澤ファンの方は、ね、非常に嬉しかったんじゃないかなと思います。過去はね田澤選手がキャプテンとして活躍されてた、最終学年は個人世界を見受けたい、チームから離れるということで田澤選手から山野選手にキャプテンがねバトンタッチしましたけれども、見事キャプテンとして初めての大学駅伝優勝を飾ることができた。そして自分自身も区間2位ということで素晴らしい走りをしてくれました。見事な走りをしてくれた山野力選手、素晴らしい走りで優勝に貢献されました。5区は 6.4 キロ区間、3年生の安原太陽選手が19分04秒で区間賞を獲得されました。見事な走りを見せてくれた安原太陽選手、まあ、安原選手ねこれぐらいの距離非常に強さを見せるんですけれども、まあ、昨年もねチームが劣勢の中、出雲駅伝の2区区間ね3番で走りましたけれども、箱根駅伝がねあのぶっちぎりの先頭でタスキをもらったんだけれども、失速してしまったということで、まあ、単独走だったり独走の展開どうなるのかななんて思ってたんですけれども、安原選手やはりこの距離非常に強かったですよね。見事区間賞を獲得されました。素晴らしい攻めの走りを最後までできた。表情もねあのすごい精悍な顔立ちで、あのやってやるぞというようなね気迫が溢れてるような表情されてましたよね。そしてラストまで表情は崩れなかった。まだもうちょっと長い距離いけそうな、ね、感じがしましたよね。もうもちろん今回ね区間賞そしてチームも優勝という大きく貢献されたんですけど、まあ、全日本大学駅伝に向けてもね非常にいい走り、いいインパクトのある走りができたんじゃないかなと思います。見事な走りで区間賞そしてチームの優勝に貢献されました。おめでとうございました。そして最終6区アンカー区間は 10.2 キロ区間、3年生の鈴木芽吹選手が29分21秒の区間賞を獲得されまして、見事優勝のゴールテープを切りました。まあ、涙のねゴールテープということで、ゴール直前ねあの汗を拭ってるのかなと思ったら涙をね拭いてる感じがしましたよね。それだけ鈴木選手にとってはあのかけがえのないレースだったというふうに思います。箱根駅伝のね8区今年のお正月走られましたけれども、途中で大腿骨を疲労骨折ということで、まあ、大ブレーキとなってしまいました。ただね鈴木選手のインタビューの中で、まあ、その怪我でねチームの連覇は途絶えてしまったけれども、誰も自分のことを責める人がいなかったということで、まあ、本当にチームに感謝しているということで、自分の、ね、力で感謝を返したかったと。で今回はね嬉しい優勝のゴールテープを切ることができたんじゃないかななんて思いますし、まあ、今回のメンバーを見るとアンカーがね田澤選手か鈴木選手ぐらいしかいなかったわけですけど、まあ、山田選手もできなくはないんですけど、まあ、そういった中で大八木監督がね、鈴木芽吹選手心配だったけれどもアンカーに起用したというふうに話をしてましたけれども、こうやってアンカーでねこういう舞台を作ってくれた大八木監督のさすがのね力だなというふうに、指導力だなというふうに感じましたし、まあ、芽吹選手のね感動のインタビューも本当に感動したなというふうに思いますけれども、素晴らしかったななんて思います。まあ、あの全日本箱根もねぜひ怪我なく健康で鈴木選手走っていただきたいなと思います。まあ、私もね区間賞予想を鈴木選手にさせていただいたんですけど、まさか本当に区間賞を取るとはということで嬉しいなというふうに思います。ということで今回は本日10月10日出雲駅伝が行われましたが、見事駒澤大学が9年ぶり4回目の優勝を果たしました。早速ね駒澤大学の結果を振り返らせていただきました。優勝おめでとうございました。以上。